ちは。今日はマリーゴールドを描いていきたいと思います。今日はホルペインの透明水彩絵の具を使いますね。お花はオレンジです。そして葉っぱはグリーン系ですね。今日の筆は4号を使って描いていきますね。それではお花の中心をオレンジで少し濃く描きますね。で、それを水で薄めていきます。バラのようですね。次も同じく中心は濃く、これを繰り返しますね。中心にもう一度濃いオレンジを足しておきます。次は葉っぱです。私は茎を描いて、それから葉っぱを描く方が簡単なんですが、皆さんは描きやすい方を描いてくださいね。葉っぱを描いて、そして茎。この時の方が私は茎が太くなるんです。だから先に茎を描きますね。乾いたと思うので、このままだとバラっぽいので、ここで上にもう一枚花びらを重ねた感じで描きます。はい、これでマリーゴールドが描き上がりました。皆さんもお試しくださいね。